こんにちは、甘味の山本です。今日は甘味の2020の新商品をご紹介いたします。こちらが素朴双子がま口という商品になります。口金がですね、ちょっと独特で3つに分かれてるんですね。中を開けるとこんな感じで、手前の方にスペースがあって、後ろの方にスペース、くっつけると並んでるように見えるので、双子をイメージしたお財布になっております。ポーチっぽくて、シモブクレみたいな優しい感じのフォルム なんですけど、簡易的なお財布としてデザインをした商品になります。オイルを含んだ牛革を使用しております。とてもね、触ってて気持ちいい、革になります。開けるとこんな感じですね。ちょうど真ん中でこう仕切りがあるお財布になっていて、裏の生地がですね、綿麻を使っております。で、奥には、甘味のタグを革で、縫ってあります。はい、こちらが実際に中身を入れたバージョンになります。手前側の方には小銭だったり、スイカのカードだったりを入れていて、お札を折って入れております。で、奥側のがま口には外国のお金をこう入れていて、ちょうどあの真ん中でこう仕切りがこう切り替えられるようになっているので、旅行先とかね、行った時に日本円と外国のお金でこう混ざりがちだと思うんですけど、このお財布ならこう仕切りがあって、がま口でこうパチンと閉められるので、そんな使い方もいいかなと思います。お財布としての商品なんですけど、ポーチとしてもね、使ってもいいかなと思います。奥側にイヤリングとかネックレスとかアクセサリー類を入れて、手前にはお札だったり小銭だったり入れてもいいかなと思います。使い方はね、自由で楽しめるお財布かなと思います。三枚靴の口金が正面から見たら、ちょっと玉っころが3つくっついていて、ここも非常に可愛いかなと思います。そんな、三枚靴の、双子がま口を楽しんでみてください。おしまい。